はい、ではね、2軒目の、廃墟に到着しました。はい、こんな感じでね、ここも和歌山県某所にあるね、祈祷院祈祷院祈祷院ということで、ね、ちょっと結構怪しそうな廃墟なんですがね、結構もう来る間がね、もう道がすごくてね、かなり苦労した場所なんですがね、まあ結構楽しみなところで、まあこの後もね、また近くにね、一軒廃墟があるということで、ちょっともう一軒行きたいと思いますが、まあこれからとりあえず行ってみたいと思います。では、行こうか。よいしょ。よいしょ。はい、お願いします。はいよ。入れんのかな、これ。なんか見た感じやったら、なんか入り口がな、塞がれとってんけどな。入るとこあんのかな、あ、こっから行けんのか。行けんのか。入り口ないよな、ここ。何やこれ。集会場？なんか待機場所？うわ、またレトロな。レトロな。あれちゃん。お茶とか水とか入れるやつじゃん、これ。懐かしいな、これ。ここキュッとひねったらちょこちょこっと出てくる。また懐かしいもん。あ、八重さん横向きで撮ってんのか、うん、俺映っても映ってもへん、せっかくやし。昆布ポン酢あんね、昆布ポン酢、うん、昆布ポン酢。グミさん、今夜の調味料に。調味料に。天然水。でもこれ最近の明かりよね、この天井の明かりね。うん、結構な。うん。誰かキャンプしてたんちゃうか、ここで。そこにあの焚き火しとった形跡があったからな、うん、こっちはこれだけか、道探さなあかんな、中入るんです。これな、多分な、あの向こうに階段あんねん、向こうにな、入り口の多分階段あるはずやねん、向こうか、だから戻らなかった。なんかな、入り口こんなんじゃなかったもん、俺見た、うん。はあ。あそこ扉開いてんな、行けるな、これ多分階段やな、ここ神社あんの、神社あんの、こんなとこすごいな。あー、これや、看板、看板出ました。すべて疲れた人、重い荷物を背負ってる人、私のところに来なさい、私が休ませてあげますやって。祈祷院。突入。うわ、これどうやって行くの。入れんのは入れんねんけど、入り口はやっぱ無理やな。施錠されてんな、多分。見た感じ。あ、ここ通らなあかな。結構毛足に道あるわ。冷蔵庫ある。またレトロな冷蔵庫。でもないか。これ、上当たるの？
え、上上がらねえの、パパンちゃん、これ。これ地下室？地下室かな？すげえ。J リーグの CM。昔の J リーグ。昔のやつやん。ベルディと、アントラーズ、鹿島アントラーズ。で、あの、サメ何やったかな、サメいうかシャチみたいな。グランパス。あ、グランパスか。あー、道ないわ、これ。これね、冷蔵庫の中に、炊飯器と、うん、スリッパと、え？わかる、これ持ってる。あの、サンシェードと。うわ、ほんまや。なんでやねん。なんでそんなとこに入ったんだよ。他の道探さなかった。そもそもこんなとこ開けんなって感じ。てくそだよ。ん？こっちか？入れるのかな？いや、メインは入られへん。けど中どっかから入れると思う。うん、ここはもう支援してある。うん。どっかな、空いてる場所あるはずある。行けるのは行けるはずある。うん。どっか回って行かれへん。道がないな。はい、ということでね、ちょっとね、中に入れる道がないんでね、ちょっと残念ながら動画の方ではちょっと撮ることができないようですね。無理やな。ということでね、ちょっとね、中にね、入る方法がないんでね、ちょっとね、動画の方ではちょっと撮れないんでね、またね、写真の方でちょっとアップしていきたいと思います。ということでね、今回ちょっと2件目の方はね、残念ながらちょっと中に入ることができないということで、この辺で終了したいと思います。では、また後で。